34年を経てトム・クルーズがマーベリック役で帰ってきた。トップガンのパイロットが何たるかを如実に教えてくれる。最新のシステムのおかげで6台の IMAX カメラを同時に稼働できた。役者が乗ったコックピットの中でね。素晴らしいよ。観客はコックピットにいるような体験をするんだ。戦闘機を操縦するのはスリル満点だよ。観客にもそのスリルをリアルに味わってほしい。めちゃめちゃ面白いなこの映像。どこに触れていいのか。どっから触れます？あのブラックブラックアイマーのあのねあの諏訪部くん。はい。ね本編には出てないんですけどね。そうなんです。彼はもうねあの大好きなんでトップガンが。でも監督役ですよ、ね、監督役とプロデューサー役、うん、もうあれだけで映画に見えるっていう。そうそうそう。フォーチューさんと諏訪部さんがねね、うん、吹き替えをなんねメイキングの吹き替えをするっていうね。すごいな。まあ僕らってね本編の吹き替えはするけどメイキングの吹き替えって初めてでしたね。豪華すぎて驚きました。もうね、うん、どこにお金使ってんだろうね。本当に本編に出てこないね、うん、ベスト声優たちも、ね、出てるわけですから、このマーヴェリックはすごいですよ、うん、頼んだらやってくれるっていう重厚感のあるね、うん、もうめちゃくちゃ豪華です。すごい豪華な、ね、メイキングになりましたよ ね。ファンだっておっしゃってたですよね、諏訪部さんなんかも。諏訪部くんなんかもう言われました、あの文句言われました。言われた。本編じゃねえのか。本編ね。飛行機乗りたかった。乗りたかった。飛行機乗りたかった。乗りたかった。残念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 。でも諏訪部くんはもうぜひね、あの映画館で見てもらって、ね、ぜひ見てもらって、ね、楽しんでもらって。